マイコンこと、マイコン、チアゴペレーラジ・ソーザは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは MF。マドレーラ EC 出身で2007年に、MSV リューソブルクに移籍した。2009年9月11日に、フィゲーレンセ FC に、レンタル移籍すると2011年に完全移籍。2011シーズンの好調さから同年12月には、サンパウロ FC に移籍した。 この遺跡について彼は、キャリアの再生期にあって、モチベーションも高いと述べた。また、自らも、チームを組織し、良いパスと良いシュートを供給できると述べた。遺跡後初シーズンで早速良いパフォーマンスをお見せ、SC コリンチャンスパウリスタとのカンピオナートブラジレーロ、セリエ A でのダービーでは2得点を挙げて3から1の、勝利の立役者になったにもかかわらず、サポーターからの人気はなく、 彼のサッカーの質も信用されてなかった。2013シーズンはクラブが広角の危機にあったため、無理しラマーりょ新監督は彼のポジションを変えた。広角圏脱出のために元祖と組ませたのが走行し、サンパウロの中盤に欠かせない選手となった。ラマーリョ監督は、マイコンは試合運びを知っている選手だと彼を評価していたので、 サポーターから彼に対する批判には驚いたという。2015年にグレミオフブッパに移籍。首相として臨んだコパリベルタドーレス2017では優勝し、FIFA クラブワールドカップ2017に出場したが、決勝戦では84分に3枚目の交代で投入されるに止まった。ありがとうございます。